What's good YouTube show boy Ray? ルルです。今日は大人気のラッパーモニーホースがモニチキハウスというレストランをオープンしたんで、今から2人で食レポしに行きたいと思います。Let's go。最近なんか EP とかアルバムとかないんですか？今年中に出すやつがあるんですけど、はい、絶対見逃せない。おお。じゃあそのタイミングで来てもらえるということで、スタジオにみんな楽しみにしてサマーサマーだ。サマーサマーサマーだから。俺もちょっとわかんない。俺もちょっとよくわかんない。いや、今年中には出るから、だからそう夏なのかな？夏です。サマー。サマー、サマー。ああ、サマーね。そう、サマー。ああ、夏中には出る。俺の誕生日ぐらいに出る。8月とか。いつなんですか？8月29なんですけど。おお。そこら辺とかに出せたら、そういうふうに動いてます。サマー。楽しみです。サマーだ。サマー。めちゃくちゃやな、もう。おー、やっぱ俺合ってるわ、モニチキロース。え、これバカでかいの？これこれめっちゃでけえ。これって大盛りですか？大盛りではない。なんで何もらってるの？ハンバーガーの大盛りとかないでしょ。L とかならあるけど。でも、そう、大盛りみたいなやつもあるんです。あ、マジですか？肉2つ。これが大盛り。分かってたやつだ。なるほど。いや、お前すげえわ。俺分かってから聞いてて。グロリーやべえわ、やっぱり。これマスタードとマヨネーズとレタスとフライドチキンですね。僕いっちゃいます。あ、先どうぞ、先どうぞ。あ、はい、すみません。おぉめっちゃ…今よくわかんないですけど、飛び上がる。やってんすか？これはもうやばい。そうそう、テンションが飛び跳ねた。ズーム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 。やめろやめろ。踊ってない感じ。あ、ペッパー。2人で踊って。俺もプレッシャーさ、それちょっと。まあ、そんぐらい上手かったってことだな。よそだ。今のテンションで上がったからあれ。俺伝わったもん。何って思ったけど、伝わった。じゃあ、レイブログいきます。おぉマジでうめえ。新しくね。新しいです。引き続きあのモニー君と対談動画撮るんで、みんなチェックしてね。では行きましょう。モニチキバーガーごちそうさまでした。ありがとうございます。めっちゃうまかったです。またいつでも来てください。今から対談動画始めるんですけど、モニーホースっていうそのラッパー名の理由をお願いします。コウ君がつけた名前なんですよ。また飛んでいく。モーニーっていう名前はもう自分のあだ名で、フィリピンのレッドホースっていうビールがあって、それ好きだったからじゃあ掛け合わせてみようかっつって、ゴー君と2人で相談してなった名前です。モニーホース君ってフィリピン出身なんですよね？そう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 、純フィリピンの。何歳の時に来たんですか日本に？小3小4ぐらいかな。来た時どんな感じでした？日本の印象は。まず冬だったから、冬なんて一度もなかったし、フィリピンで。寒い。学校とか絶対大変でしたよね。小4来て1年勉強して5年生に入ってみたいな感じで、日本語学校通いつつ、やっぱりその日本人からしたら、あ、こいつフィリピン人だってわかるじゃないですか。うん、うん、それに対していじめとか、まあ、多少はあったっす。それどういうふうに対処したんですか？まあ、いじめ返したって言ったらあれだけど、でも結局仲いい。あ、結局今は仲良くなってみたいな。俺モニー君バイスのドキュメンタリーの時から見てて、うん、うん、結構すごいバックグラウンドだなと思って。モニー君もなんかいろいろ案内してたじゃないですか、ね、うん、地元を。すごいよね、あそこね。なんかこっから人が落ちて死んだみたいな。綺麗になってたね。静かになった。おとなしくなってた。ラッパーになった経緯ってどういう形なんですか？まあ、そう、もともとその同じ団地住んでた陽太くんって人がいて、それがこうくんと同じ運送会社で働いてる先輩で、はい、でも俺も洋楽とは聞いてるし、こうくん千葉くんの話になって、モーニーも今度
ラップやってみたらみたいな。もうノリでみたいな。そうそうそう。千葉くんち行けないよみたいな。こうっすみたいな。やりたいっすみたいな。じゃあやってみようかみたいなってから始まった。じゃあやっぱりそのコウくんがいなかったら今の自分はいない。ない。もしそのラッパーをやってなかったら自分今何やってると思いますか。何やってたんだろうね。特に何も目指してなかったからちょうどよかったのか。楽しかったし、このラップしてみて楽しいから始まったみたいな。そのラッパーコウとのその関係性っていうのはどういう感じですか。まあさっきも言ったようにそのヨータくんっていう人はもともといて同じ団地ので千葉くんコウくんがいるから、はい、家行ってみろみたいな。うんともういつ行ってみますみたいな。あ、要はそのコウ君がそのモニクのお兄ちゃん的な存在ですか。お兄ちゃんみたいな。お兄ちゃんみたいな。面白い。お兄ちゃん。面白いですか。昨日も電話かかってきててごめんっつって、今バーベキューしてるわっつって今式行こうと思ってたっつって、あ、今東京いないっつって。めっちゃすごい話聞けてるわ。やっぱりそのみんなそのステージ上のモニ君とか知ってるじゃないですか。でもその裏側はあんまり知ってる人少ないじゃないですか。まあ裏側普通だよ。ステージに来たらマリカしないだけだし確かに、みんな楽屋あるじゃないですか。まあワイワイしてるんですけど、モニ君絶対そのスイッチ持ってきてみんなとマリカとかしてるんですけど、エンタウンのとこだけおかしかったでしょ。いやもうなんかマリカ大会こっつって。エンタウンの加入経緯聞いていいですか。加入経緯を話すと長くなるけど、はい、コウ君と仲良くでラップしてて大地君とも仲良くなってジャンメンね、あっという間どこに行けるかこの命いつまで生きれるか仲良くなって大地君がたくさんとやったんですけど、ここに入るのどうみたいな、もう入りますってそういう感じ。おー、あの初期メンバー。そうモニーテッツ・ジャンメンのグループあるじゃないですか、うん、あれのできた経緯っていうですね、イエンタウンからの、イエンタウンからのペツコのジャンメンももともとラップしてたっぽいし、俺と出会う前は、でも3人で出会ってじゃあいや3人でやろうみたいな感じです。いやこれどういう風にあったんですか、そのジャンメンさんとは。ハイジ君とはクラブであったのかな、最初ソーシャルクラブとかであった気がする。そっからずっと。でペッツさんはどういう経緯だったんですか。てつくんももうそんぐらいの時期、同じ同時期にクラブ遊びに行ったらいたんじゃん。そうジャンクマニアっていうのやってたし、じゃあ行ってみますって言ってコウ君とかとも一緒にジャンクマニア行ってるし、でペツくんがいる。思ったんですけどやっぱりそのネットワーキングってすごい大切ですよね。なんか、うん、曲みんな繋がってったみたいな感じ。そうですね、なんかみんないい曲作ればなんか売れるでしょっていう人結構いると思うんですけど、まあ確かに本当にいい曲であったら売れる場合もあるんですけど、やっぱりそのいろんな人とコネクション作っていろんな人と繋がって、例えばいいビートメーカーと出会ってその人曲作ってバズるみたいな、なんかそういうプロセスもなんかみんな大切にして、つながりとかも大切にしてやっとその音楽になるっていうか、一人でやっぱプロデュースしてる人って少ないですよね。結局やっぱ一人じゃ無理だと思うし、みんなの力があるからこそやっぱ多分やばいものができると思う。やっぱりその始めた当初からそのまあコウさんとかリョウ君とかいたじゃないですか、うん、やっぱりその一から一人でやっていくって結構大変じゃないですか。そういう例に関しては結構モニー君っていい環境だったなっていう。そうヘビダッチモンタナと思ってコウ君の家兼スタジオみたいなずっともういたから、で大地君ペツ君とかも来て、もうずっといろんなラッパーが来て、アナギーさんだったりなんとか、昔よりは暮らしもまし貧乏には戻れない、ずっとその毎日だった。スタジオに住んでたから。アナーキーさんとのその最初の出会いっていうか、出会いはそれこそコウ君の家兼スタジオ、今日アナーキーさんが来ますみたいな、みんなのラインに入ってて、で行きますみたいな。それ何年頃ですか。俺が19とかだった気がする。今でも忘れない。バンクトゥーバンクっていう曲の曲作りに来たのかな。あ、じゃあモニー君ってやっぱりそのアナーキーさんとかの曲を聴いて育った感じですか。アナーキーさんとかエーサグさんとか、ウェマイト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 ウェスさんとか、優しい日差し毎日じゃない、ビムとベスはそうめげずに暗い。結構日本語ラップ聞いてるし。海外の曲とかありますか。海外の曲ももちろん聞きます。モニク何聞くんだろうな。最近だとまあファビオフォレンとか、ビッグトリップビッグトリップ I found a love with a lit bitch hey! あとカリーとか、I just wanna feel myselfYou want me to kill myself? なんかもうドリルとかまあいろんなジャンル聞くんですね。もう全然全般ドリル聞かなさそうなイメージがあるから全然聞くっすよ、すげえみたいな。自分がドリルチャレンジしよう的な感じにはあんまり。今度やってもいつか機会あればみたいな。モリー君ってやっぱりそのラフなスタイルじゃないですか、そのラップのスタイルが。なんかめっちゃハマりそうっすけど、そのドリルのあの感じに。よく RIP っていうバッドホップの曲参加してもらったことあるんですけど、それドリルだった気がする。神がくれたこの命燃やしまくるのみ。一番衝撃を受けたアーティスト一人挙げてください。まあコウ君とかもそうだけど、エーサグさんとかすげえなみたいな。ダントツで一番ですか。めっちゃラフみたいな。めっちゃそれが一番強かったかな。むずいこと考えなんか言ってないしみたいな。
やっぱ自分の今のスタイルにも影響を与えてるっていうか、与えてる。確かになんかコウ君とか似てますもんね。ちょっと少し違うんですけど、ジャンルは一緒かなと思ってて、なんかむずいことあんま言わない系、あんまカッコつけて気楽に言うみたいな、なんかそう自然体でいるいつも通りな感じで。あれってどうやって作ってるんですか？フリースタイルですか？それともフローだけ作って？いや俺は最近だと1小節ずつ撮る。ここ2、3年かな。それ前まではまた違うスタイルやったんですか？それまではずっとビート聴いて書いて、今はちょっと書いたり言ったりするけど。モニ君絶対フリースタイルうまそう。なんかまあフリースタイルみたいな感じなことはしてます。フリースタイルっていうのか分かんないけど、そんな感じ。この間も AH の武道館の後の打ち上げみたいな感じで、まあ、ネネとかユルバーギャングいて、もうみんな酔っ払ってたし、うちおめでとうみたいな打ち上げだし、音楽も流れて普通にフリースタイルしてて1時間ぐらい、みんな出たんですか？ユルバーとかおーらしい。その後も記憶ないと乗り乗ってて、そういう舞台裏とか撮りたいよね。やっぱりそのさっきも言ったんですけど、舞台上でのそのラッパーの振る舞いとやっぱ裏だとみんな違うじゃないですか。うん、みんなそれぞれ違うね。楽屋でいろんな人と会うけどみんな違う。誰が一番ギャップありますか？そのステージ上だけどあいつゴリゴリだけど、ステージ裏ちょっとめっちゃ優しいじゃんみたいな。みんな優しいよ。みんななんか礼儀正しいっすよね、うん、礼儀正しくて優しいみたいな。みんなちゃんとしてるよ、人間だからね。ちゃんとしなきゃ。一番仲のいいラッパーって誰ですか？自分の身内とかコウ君とかだったり、みんな仲いいっすよ。コウ君とか今何やってるんですか？今最近多分作曲とかはもう普通に普段と昔から変わらない、変わらないスタイル全く。作りたい時に作るみたいな、うん、今後一緒に曲を作りたいアーティストって言いますか？うんうんうん。作りたい人としたら一番作りたい人はい、あ、出てきた。誰ですか？ウィリー・ウォンカ。ウィリー・ウォンカ。エイ、ぶち上げてく、エイ、デイ、もう誰に求められない俺らの勢いは、めちゃめちゃ意外っていう。え、なんですか？あいつ面白くてさ、結構好きで、この間もう一緒に来てくれたし、テスト前に来てましたみたいな。じゃあビンキーにつけて、食ってけって。あ、その作りたい理由っていうのは、めっちゃ仲いいから。うん、大阪でも仲良かったし、まだ曲やったことないなと思って。どういう曲作りたいですか、その。ふざけた曲。ふざけた曲は相変わらず作りたいな。いや、聞いてみたいな。楽しみにしたいですよ。ふざけた一回目。最後の質問なんですけど、今後の展望、お願いします。今後、まあアルバム出して、ちょっと今回のアルバムマジで全然今までの俺と違うんで。アルバムはいつ頃に出るんですか？8月の末ぐらいですかね。多分その時期に一緒に多分スタジオで動画撮るじゃないですか。うん、撮りたい。撮りましょう。じゃあみんな、アルバム楽しみしててね。結構やばい、マジで。いろんな曲ありすぎて。さっき聞いたんですけど、軽く。めっちゃいいです。やばいプレイリストみたいな。やばいモーニングホースのプレイリストみたいな感じ。なんかいろんなジャンルで、その客演も結構すごい豪華っていうか、もう 誰もが知ってる人ばっかで、これはもうチェックするしかない、みんな、本当に。お願いします。楽しみにしといて。じゃあみんな、Peace out!